皆さんこんにちは、中森です。皆さん突然ですが復習やってますか？4月からね、勉強を始めた人も多いかなとは思うんですけど、1ヶ月経つとですね、そろそろちょっと気にした方がいいかなというのが、この1ヶ月間のやった勉強が果たして現時点でどのくらい残っているかということなんですね。というわけで今回は復習についての話です。はい。で、なんでこんな話をするかというとですね、割とありがちなのは、その春からも毎日結構勉強してて、もう結構勉強乗ってて、うわーっつって、もう例えば浪人生なんだ、浪人でめっちゃやるぞっつってやる気出して1ヶ月頑張ってで、実際めっちゃ進んでるんですよ。で、じゃあ4月の勉強を振り返ってみようって言って見直すと、あれっていう、その全部1回解けたはずなのにみたいなことが割と多いんですね。春だからちょっとスタート出してかけるぞっつってめっちゃ量やってる人の方がむしろこれは起きやすいっていう現象で、その身につけるっていう発想がなくて、その時とりあえず解けるようにするっていう、その場の勉強だけで終わっちゃってて、受験を意識したその長期記憶の勉強ができてない可能性が結構高いんですよ。なので、その改めて今これまでに終わった勉強、例えば英文法の参考書終わりましたとか、数学の 1A が終わって今 2D やってますみたいな人は、改めて一回ちょっと残ってるかなっていうのを確認した方がいいです。マジで残ってんなら全然いいんですけど、でも意外とね、抜け始めてるとは思います、多くの人はね。なので、で今それをやり直せば短時間で終わります。なぜなら忘れたとしてもある程度思い出すのに時間がかからないから。だけどこれをもうちょっと放置しちゃうと完全に記憶から喪失してしまうので、え、やったっけこれになります。もうここまでいくと覚え直しです。なのでそうなる前にちゃんと、やり直しましょうってことですね。結構ね、やっぱその動画とかでもコメントに来るのは、復習どのくらいやればいいですかみたいなことも結構来るんで、これは僕よく言ってるんですけど、まずその維持ができてるなら復習は別にやらなくてもいいと。で、その今の時点とか、あるいは入試本番で必要な知識がちゃんとキープできてるなら別に復習はやらなくていいんだけど、それが身についてるか身についてないかが分かってないのに復習をしないのはまずいっていうことは言ってるので、その今の時点でやっぱそのちゃんと達成基準を持っておいた方がいいと思います。つまり今やってるみんなの勉強っていうのは、例えば定期試験だったりとか受験だったり、あるいは資格試験だったり、何らかの目標がある勉強だと思うんですね。で、その今やってる勉強っていうのは試験当日が存在するんですよ。つまりそこに知識を持っていけるかどうかが一番大事なのであって、今身についてかどうかっていうのはそのための前段階なんですよね。結局今できてるかどうかで全部の基準を決めてしまうと、この参考書やったわ、もう余裕だわって言って来月忘れてるじゃダメなわけじゃないですか。だからそれはちゃんと常にその本番を想定して、そこまでに知識をキープできるっていう意識で勉強やっていかなきゃいけないよということで、具体的には特に終わったと思った参考書なんかをもう全体的にバーッと見直した方がいいかなっていうふうには思いますね。で、特に気をつけた方がいいパターンの典型は、例えば英文法なんかを毎日1章とか2章進めてます、で毎日全問正解にしてきましたって人が全範囲で復習した瞬間にいきなり正解率がガタ落ちするってケースが結構あるんですよ。これは数学なんかでも割とあります。2次関数とか確率っていう単位で見てるときは全部できるんですよ。結構全然正解できると。だけど 1A 全範囲とかで見直したときに、その全範囲で見直していくともう全然できないんだよ。なんでこれあれって答え見たら分かるんだけど全然解けないんだけどみたいなことが結構あると。つまりそれはその分野でまとめて出てくるときっていうのはある程度同じような解き方しかしないから、頻度ありで解ける状態なんだけど、ある程度広い範囲で出すとなってくると、脳内のやっぱりその知識っていうのがまだまだうろ覚えだったりとか、前にこの問題解いたからっつって引っ張ってこれてることが結構多くて、その問題単独で出されるとできないみたいなケースが割とあるんですよ。だからそういうことが起こらないように、やっぱりそのなんていうか全体での完成度とかある程度見た方が良くて、その1日1日単位の完成度だけではやっぱそこは見れるところじゃなくて、だからある程度範囲が広く終わったら定期的に復習するのが大事で、英単語なんかでも1日100個が全問正解できても800個1000個になったら正解率が急に落ちる人って結構いるんですよ。だからその
なんか広い範囲での復習をそろそろ1ヶ月ね勉強した人はやってみた方がいいですね。あの要は忘れてることも多いし、なんていうか半でありで解けるようになってた可能性も結構高いんで、そうなってないかどうかを見直していきましょう。でその上で課題が見つかった、英文法を全問正解にしてたんだけど、なんか全範囲でやったら急に5割になったとかね、そういうことが起こったらぜひぜひねコメント欄で相談してもらえればというふうに思います。勉強はね本番のために、目標のためにやることなんで、その目標をね、ブレないようにしっかりやってみてください。今回は以上です。できるから、きっと叶うから。